ップを皆さんこんにちは、周りですぜ。今回はこだわりメガネギルガルドの紹介をしますぜ。いやどうですか、これイラスト可愛くないですか。ギルガルドね、単眼の目がこのポケモンなんだけどね、メガネ、こだわりメガネ上手に描けれてなくて、いやー可愛いイラスト描けたなと思いましたぜ。はい、ニックネームはゾフですね。ゾフちゃん、メガネ屋さんのゾフですね。どことなく2文字で怪物っぽい感じもあって、かっこいいニックネームに仕上がったんじゃないかなと思いますぜ。持ち物はもちろんこだわりメガネ。はい、ステータスこんな感じですね。特攻と攻撃特攻と HP に、まあ、たくさん振りつつ、素早さに今回結構たくさん振ってます。何式だったかな、まあ、無振りの70族とかをちょっと上取れるようにしてるような感じですね。で、まあ、防御と特防の値は、まあ、ダウンロード対策、ポリゴン2のダウンロード対策ってところで特防が多くなるようにしてますぜ。はい、技構成はラスターカノン、シャドーボール、徹底抗戦、道連れですね。メガネ徹底抗戦で相手の先発で出てきやすいなカバルドンとかを確定一発で持っていけるんですよ。これがめちゃくちゃ強い。はい、で素早さを結構振ってるんで、徹底抗戦打った後 HP 減っちゃった後でも、まあ、1回戻してもう1回出して、で、まあ、道連れで同速のポケモンを無理やり持っていくみたいな動きとかも、まあ、できるんで、まあ、ちょっとキングシールドと迷ったんですけど、まあ、結構道連れも使いやすいかなと思ってこの形にしてます。それではバトルの方いくぜ。うおーやるぜ。エムリットさん対戦よろしくお願いします。これ合ってるよね、エムリットっていう見方で。これまたブリムオン展開からの、あ、ブリムオン本当に音が多いな。でもトリックルームしてきそうな感じのパーティーじゃないよな。トリックルームプラスなんかトリックルーム切れた後にエースバーンみたいなパーティーがよく見るんだよな最近。割と先発対応力高いバルジーナにしておくか。いや、ギルガルドだな。ギルガルドにして、裏にバルジーナにしよう。ギルガルド、バルジーナまで決まった。あともう一体は、そうだな。ギルガルド、バルジーナ、ポリゴン Z は悪くないか？いや、悪いか。ポリゴン Z いまいちだな。相手の、なんだっけ、一番下のポケモン、ヌメルゴンを対応できるポケモンが欲しいんだよな。カビゴンかな、やっぱり。カビゴンいたら、ドラパルトとかにもある程度戦えないんだよ、このカビゴンは。技的にドラパルトに有効ではないんだけど、悩ましいな、そしたら。あ、違うな、ドラパルトなんか別にこの2体で対応できるんだから、まあ、ストリンダーがいいかな、この3体でいくぜ。さあ、ギルガルドがね、活躍するところをちょっとお見せしたいですね。エムリットさん、対戦よろしくお願いします。やるぜ。うおー、ラプラスから来た。ラプラスはむしろかなり対面有利なんじゃないか。いけギルガルド、あれを見せてやろうぜ。徹底抗戦。オッケー、相手ダイマックス切ってない。これ決まったぞ。ギルガルドバトルスイッチ、ブレードフォルム、さあ放つ、徹底抗戦、メガネ徹底抗戦、ラプラスは消し飛ぶ。はあ、決まった。ラプラス突破、美味しいぜ、強い。いや、いいですね、メガネ徹底抗戦、かなりいい火力が出てますぜ。ラプラス素でかなり特防が高いポケモンなので、これはかなり美味しいな。ヌメルゴン、これこのまま殴っていいのかな。ヌメルゴンよりもでも遅いよな、さすがに。一旦ストリンダーに引くか。そうだね、ストリンダーに引いてほっぺスリスリで電気麻痺入れて、その後にもう一回ギルガルド出していくか。今度は道連れしてしまおう。ゴーストリンダー、ここはいい技持ってるね。どうしよう、予定変更して爆音波にしようかな。食べ残しか。爆音波してからほっぺスリスリにするか。爆音波でオッケー、ストリンダーの方が早い。さあ、いいダメージ。アシッドボム、ほう。いやー、こちとら直帰ストリンダーなので、まあ、効きませんなと。まあ、D ダウンは効くけども。さあ、ここ爆音波もう一回打っていこう。普通に打ってから気づいたけど、爆音波、あれだ、身代わり貫通するから、よく考えたら、ほっぺスリスリ、一生入れられないね。残念です。バック音波連打します。 OK。 うおー、ストリンダーバック音波、ヌメルゴン2ダメージ。 OK、 次で落ちますね。カウンター、いや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 、
残念、カウンターは物理技しか反射できない爆音波は特殊技なのでカウンターでは跳ね返せないぜ。まあ音の攻撃なんでね。オッケー、降参が選ばれました。最強。いやー、いいですね。エムリットさん対戦ありがとうございました。おー、やるぜ。ブダイマルさん対戦よろしくお願いします。相手のパーティーめちゃくちゃ珍しいポケモンいるな。ミルタンクにシャドウデスナにクワガノン、はーん、それの影に隠れてちゃんとエースバーンとかギャロルスとかでいるあたり、なかなかね楽しめそうな雰囲気が出ているぜ。先発ギルガルドが強そうだな。ギルガルドでエースバーン以外は問題なく対処できそうな気がするぜ。だな、エースバーンが来たらバルジーナに引けばいいもんね。はい、あともう1体なんだけど、ギルガルドとバルジーナだと相手のクワガノンか。クワガノンも面倒だよな。ストリンダーだったらクワガノンに一方的に有利だよな。ただストリンダーはクワガノン以外にはそんなに有利じゃないか。そうだね、まあルカリオの一致技を半減できるっていうのはあるけど、ルカリオが自信持てたらきついな。いや、まあいいんじゃないか。とりあえずバルジーナ、ギルガルドいれば、そうだね。でストリンダーはね、シロデスナにめちゃくちゃ弱いんだけど、バルジーナとギルガルドいればまあ、対応できるでしょう。よし、この3体でいくか。この3体でいくぜ。ストリンダーね、もうちょっと調整しがいがあるポケモンだなと思ってるぜ。今回ストリンダーこれ巨大マックス個体使ってるんだけど、まあ巨大感電で素早さ半減すればね、エースバーンの上も取れそうだなと思って採用しているぜ。まあ今回はね、ギルガルドちょっと重点で使っていきたいところだぜ。うお、やるぜ。ブダイマルさん対戦よろしくお願いします。おお、びっくりした。コップの裏にへばりついていたコースターがテーブルに当たりました。うん、エースバーンから来ちゃったよ。予定通りバルジーナに引くか。初手でいきなり大ジェット打たれてもギリギリ対応可能なんだよな。いや、大ジェット打たれないか、この対面は。そうだね、バルジーナに引くぜ。さあ何してくるかな。ハチマキ火炎ボールだったら受かんないんだけど、それ以外だったらまあいいかな。ハチマキ火炎ボールは負けコースですね。抜けバルジーナ、アイアンヘッドとかだったら、ああ、オッケーオッケー、それは一番安いやん、嬉しいぜ。よーしよしよしよし。ただ相手のポケモン、うわ強、ハチマキじゃんこれ。え、ハチマキだこれ、強、こんなに入るわけない。なるほどね、警戒しなきゃなこれは。さーて相手のポケモン何が出てくるかな。ルカリオ、あれ、ルカリオ部が悪いんじゃないか。なんかいい技持ってんのかな。とりあえず羽から入るか。下取っちゃうから、とりあえずここは羽でゴツメダメージも稼いだりしつつ、 OK、 米パンは A ダウン引かなければ大丈夫。 OK、 その程度のダメージ OKOK、 これはいいぞ。よし、 A ダウンしない、 A アップしない。なんで今の今まで A ダウン A ダウンって言ってたんだろう。 OK、 バルジーナの体力を戻して、相手ここね技変えてくるはず。持ってたら雷パンチ、持ってなかったらインファイト、インファイトだったらギルガルドで透かせるので美味しい。ギルガルドに引くか。バルジーナの体力は高めに保ちたいん、いやでもバルジーナのも戦えるから、いやいやいや、やっぱりギルガルドに引こう。ちょっと欲張りたいな。インファイトを、お、引っ込めた。ここでエースバーンか。なるほどね。よし、ハチマキ火炎ボールは落とされちゃうんだよなこれ。大ホロ打つのありか。ここは大ホロ打つぜ。エースバーン
オーケーオーケー、エースバーンを大巻きってない。ここはしっかりとエースバーンを大巻きって落としていきたいところ。よしよし、このターン相手がトンボ返りじゃなければ一方的に落ちるはず。この対面またトンボ返りすることは多分ないと思ってるんだけど、ハチマキ火炎ボールで射程圏内に捉えたと思ってるんじゃないか。オッケーだよね。さあこれかなり痛いけど、おお想像以上に痛い。さあバトルスイッチ剣に持ち替えていくぜ。さあ暗い大ホロ、うわエースバーンを撃破。オッケーオッケー、強い、いいですね。さてエースバーン一番重たかったので撃破できたのは偉い。ギルガルド薄っぺらいな君。さあデスナか、デスナはね上取ってるぞ多分。これもらったんじゃないか。白デスナは大ホローでそのまま倒すぜ。今回ギルガルドかなり素早さに振ってるので、おダイマックス、ここで切ってきたか。ここでダイマックス切ってくるのは美味しいな。さあ白デスナダイマックスかっこいい。こいつもなかなかかっこいいな白デスナな。地面からダイマックスが生えてくる武器もかっこいいですよな。さあ暗い大ホロ逃げとなれ。あまり特防が高いポケモンではないので、あーでもギリ落ちないのか。まあまあまあよく頑張った。ここは次のバルジーナのイカサマで落とせるので。弱歩白デスナそんなのいるのね。大ホロー、まあここはギルガルド落とされる。まあいいでしょう、かなり頑張ったぜ。しっかりとね判断つけてエースバーンを仕留めたのが偉かった。よくやったぜゾフ。よーしここはバルジーナ出してイカサマでしばいて終わりかな。イカサマで弱点保険が発動したことによってね攻撃が2段階上昇しているので、ここのイカサマでは絶対耐えられないでしょう。イカサマオッケー、白ですな撃破。よし相手の残りルカリオだったら、まあバルジーナは多分突破できないと思うので、これはこのまま勝っていけるでしょう。一回羽休めから入るか。羽で OK。 よーし、いやーよかったですねギルガルドが。ブダイマルさん対戦ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。